4月18、第8回、今何時ですか？今はね、俺に言わせてください、20時37分です。OK、それ覚えてください。はい。じゃあ、本番いきますよ。始まってなかったの？そうです。全然始まってる体で喋ってたよ、今。よし。こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。どうも、歌詞トビオです。もうこれ始まってんの？始まってんのね。すっごい。声歌詞飛ばしてた時可愛かったよね、見ててね。いやもうそうっすね。こんばんは、こんにちは、ガッティです。こんにちは。こんにちは、こんばんは、おはようございます。カスエスコバです。 AK 炎の16バース。ああそうね。そうですよ、あの16は。でもよかったね。あ、よかった。ちょっとさ、そっから入るか。じゃあ今回は、そうですね、この前のね、 UMB 茨城予選の時ね、はい、俺と小山で、ガッティ&小山でライブだったんですけど、はいはい、まあ火星にね、いろんなところのライブでその最後道中嫉妬って曲をやった後に、そうですね、ちょっと火星16なんか蹴って帰れよみたいな、はい、はい、っていう、いつもなんかこういやいや自分はみたいな感じでね、うん、なんかこう逃げ腰なとこをね小山に怒られ、はい、それが何回か続いてね、この前の UMB の時はね、やれよっつったらじゃあみたいな感じでやった16がすごいいい16で盛り上げて終わったんだよね、うん、あれはお前よくやった、本当に良かったよ、うん、おかげさまで、うん、その代わりに僕の軽快に勝ち渡りました。うっしゅんとしてたのね。そう、あんなに堂々と叩いてる感じで、うっしゅんとしてた。そうなんですよね、あの毎回やるかぶせがその後全くなくて、これは結構食らってんなって。可愛かったらなんか申し訳ねえなと思いながら、いやいやいや、そうすね、怒りから悲しみみたいな。もう情緒不安定でしたね。飛ばないからね、小山基本的にね、世界やるのね、珍しかったよね、そうすね、本当ね、メンタルが完全に見ちゃったね、うん、そればかりは。そう、ただまあそんなこともありつつも、もう先行っちゃいましょうかね。おめでとうございます。おめでとうございます。そっちからですね、うん、おめでとうございます。いや、よかった。約束をした通り、もう1回戦一発目が一番負けたと思いましたね。一回戦俺正直負けたと思った。やっちゃったと思った。やっちゃったなと思った。一番凡戦したなみたいな感じだったけど、そうね、うん、ヒヤヒヤでしょうがなかったね、うん、そこから、うん、でそっから俺は2試合分は叩いてたから、うんうんうん、全然分かんなかったけど、まあ周りから聞いたらいいバトルしてたって話を聞いたので、はい、なお良かったなと。そうね、2回戦のね、戦った男の子がね、はいはいはい、はい、去年の UMB の、本戦に来てた男の子だったんだね、はい、で、CD 買ってくれてファンなんですって言って、うん、ことぶきさんってダークネスフローっていう、はい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 、クルーの、MC やってたことぶきさんの息子の、あ、息子、あ、息子さん、うん、息子も出てたんだけど、うんうん、の友達だったんだ、その子。なるほどなるほど。そんで、その子がまあ握手とかしてありがとうって言ってその本戦の時喋って、うん、で顔は覚えてたわけね、うん、その小野木さんの息子の友達は、はいはい、したらあっちは誰と戦うって俺と戦うって多分分かってたわけよね、うん、で俺その子の名前知らなくてさ、もうステージ上がるまで誰とやるかなんて分かんなかったわけ、はいはいはい、したらその子が上がってきてさ、うん、なんか俺うわあの子だと思うすぐ分かって、うん、もうそれバースでも言ったんだけど、うん、俺この子このなんかそれラップやるような子に俺正直見えてなかった、うんうんうん、お客さんとして来てくれてる子だと思った子が一生懸命俺にラップを緊張しながらやってるのを見て、はいはい、俺これマジで全力で倒しに行かねえと、うんうんうん、この子にすげえ悪いと思って、うん、そのかっこいいって言ってくれたからこそ全力で潰し、ぶっ潰しに行ってやると思って、はい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 、そこでなんかねどこ座っても、うん、もうどこを触ってもスイッチが入んなかったんだから、ね、もういろんなとこ叩きまくってもパンパンパンってやる気スイッチが、そう、爪でもう指で押したりしても全然入んない。それがまあ1回戦、うん、まずいなと思いながらあの子が上がってきてラップ始めた時だね、もうなんかスイッチが一気にグッて入って、うんうん、そ全力でこの子をこの子がもう本当にもうこの子を全力でこう食ってやろうって思って、うん、俺がどんだけかっこいいかこの子に目の前で見せてやろうって思ったの、はいはいはい、それでねもう完璧、そっからスイッチが入った。うん、1回戦負けてた。でも気持ちは1回戦負けてた。にがりに俺言ったもんね、これ負けじゃねえか負けだったんじゃねえかって申し訳ないことしちゃった気がしたね、あの MC も。まあまあでも判定は判定だったし、そうそうそう、客判定もあったから、うん、そこはあるけど、うん、でも軽快に、そうね、うん、なんかなんとなくだけど俺は前回の方がドキドキしてたから、あ、本当、いけんのかないけないのかなっていうのは、まあ久しぶりだったしね、そういうのもあるし、はい、今年はなんだろうな、まあ1年間一緒にいたから、はい、うん、なんかその乗り越え方も違ってたし、うん、まあ、チャンピオンになってたから大丈夫かなっていう、こう余裕がある中の1回戦見て終わったと思って終わったこいつ終わったみたいな、初戦の弱さみたいな
弱いよね、俺一応初戦ね。初戦弱えと思って。その後はね、軽快に。そうね。いいラップしてたから。うん。よかったなと思ってる。大変な鬼門だよね。うん。本戦だって外れくじに負け、はいはいはい。今負けたと思ってたしね。全部返されたと思ったし。うん。ほんと、あ、危ない、勝ったけど、まあでも、うん、うん、ただただ楽しんでやったら勝ってた感じだったね。倒してやろうとか、そんなんっていうよりかは、はいはいはい、ただただ楽しくラップしてたら、勝ったって感じだったから、よかったかな。うん、はい。あとはやっぱ、セコンド上がって、今回は、そうっすね、エスコバー先輩が、炎の16が、はい。そうっすね。もう、小閻魔さんの代わりに、今回俺が、セコンドに、つきました。クソみてえに失礼な話をまあ開けながら何か言うのかと思ったら、ただただ開業して LINE 送ってくるクソ野郎みたいな感じでギャルの LINE 見てに開業しやがって下げやがって。いやでもめちゃめちゃ緊張してたよね。そのさ、その、はい、小山が言ってたよ、その風に今日ガッティどう思うって。その俺はね、前の日埼玉でライブだったから、その現地古賀っていうところで今回 UMB やったんだけど、そう、加瀬と小山は地元からで、俺は一人埼玉からって感じで現地で合流して、その車内で二人で行った時にガッティ実際今日勝てると思うっつった時にさ、軽い返事が勝てないですかって、いけんじゃないですかと思ったら、急になんか俺はみたいな、なんかいきなり物語の序章みたいなところから始まって、先暮れの間開けながら、それもあの何、多分東部に行く手前の多分ジャンクションこうぐるぐる回ってるぐらいのところで、そう、こう、いや実際俺はみたいな、この1年間見ててみたいな感じのなんか急に始まって、そう、なんかこいつドキュメンタルで追っかけた方が面白いんじゃねえかって、そのガッティ優勝までの追いかけるよりも、そう、風が優勝を見届けるまでの物語のが面白いんじゃねえかってぐらい熱こもってて、そう。いけると思ってますみたいな感じで、なんかみたいな感じだったから、渋い顔してたからで会ってからもずっと緊張してたもんね、うん、いやもうそうっすね。だってまあもう本当に言った通り 100% もう信じてるんですよ毎年、うん、でその分もう逆にこの予選を取らないとそこまでもいけないっすから、そう、年末もないわけですから、うん、すげえ一番予選が緊張するんですよね、あ、毎年、うん、そうなんですよ。クソみてえな、マジで。お前もお前でだね。こいつのどこがドキュメンタル、ドキュメントなの、これなんだよ。違う、違う、だから、俺と二人言うときはもう流暢に、うん。俺が言うからダメなのか。こう、春の峠を越えぐらいの、なんか、序章みたいな話ずっとしてて、そう、すげえ流暢に喋ってんだと思ったんだけど、そう、やっぱガッて目の前にすると。俺言ってダメだよ。急にガチガチで。ラジオでもベラベラ喋ってたくせにさ。急にコミッションやんだよな。なんだ、ね、恋してんだか、お前。なんすか。じゃあのさ、うん、だってあの日あの当日64だけ MC あの時で言うんですけど、結局ね、はい、でも集まんなくて不戦勝があるから、うん、40ぐらいしか埋まんなかったのかな、いや50ぐらいだったから、うん、で、はい、何人か最初の5試合ぐらい埋まったんだよね、うん、当日予選で出てて当日エントリーで、うんうん、でそう、俺はどっちかっていうと A と B があったら A ブロックだった、左側ブロック、ね、そう、左側ブロック、はい、で最初のその不戦勝とかが呼ばれてる、その誰かいないかって呼ばれてる側のブロックで、そうそうそう、小閻魔が加瀬出ろよって、で俺も加瀬出ろよって言ったら加瀬堅くなに出なくて、うん、で小閻魔が俺と同じブロックじゃ面白くないから逆ブロックに行ってまだやってたら俺出るわって、うんで、はい、そうそうそう、で加瀬が出るんだったら俺も出るよってなってたのに、加瀬が堅くなに出ねえから、うん、それでも小閻魔もう出ずに終わるって言ったほんだったら小閻魔のバトルも見れたのに、なんなら俺もう右ブロック行く気満々だったのに、決勝で会うみたいなのに決勝で会いましょうとか言ったっけそう、にがりがあのもういないんだったら締め切りますとか言って逆ブロックで終わっちゃったみたいな、逆サイド全部不戦勝みたいな加瀬が出ないから、でもなんか本当にもうガッティさんに 100% かけてるんで今日は出ないって言うから、俺はもうそれ以上言わなかったけど、今年は俺がセコンド連れてきたかったんだけどね、ガッティをそれぐらいの気持ちで B ブロック行きますみたいな感じだったんだけど、あっちいな、それも出してくんなかった、それで面白かったよ、確かにダメだった、そういうのもありよね、そのね、うん、そう面白かったね、うん、いやそうっすね、で本当は帰り際に道中シットを取ろうと思ったんですけど、そういろんな諸事情があって僕が小賀に取り残されたそうね、そうだ取り残って、今日のね、これを取る前にね、はい、帰りにじゃあ番外編で取ろうかなんて言ってたんで、うん、いろいろあってね、そう、俺はちょっと向こうで一泊して、次の日水戸線を緩やかに帰ったんですけど、あの景色が良すぎてなんか田舎っていいなって思いながら、そう水戸線に乗って帰ってきましたね、俺が田舎っていいなってのんきにやってくる、こっちはガチガチに仕事してるバジバに目バッキバキだよ眠いしか頭にない、まあね、眠いとは疲れたしか頭にない状態でかね仕事してね、そうすね、電話したもんね、風に終わったら大丈夫だったから、ね、電話来て、逆にそれ小閻魔さんのストーリー見るまで、うん、あそうだ
小山さんまだ子がにんだみたいな。っすそうだったみたいな。頭回ってなかったよね。そうですね。そうだから昼間の水戸線のあの春の終わり、もう夏が始まるんじゃないかぐらいの景色で、あそう桜も終わってて、そう見れてよかったなと思って、そのまま帰ってきて死ぬように寝そうになってたんですけどね。栃木じゃねえ、前あのちょっと前に千葉から栃木行った時あったじゃん、ライブ、はい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 、千葉でライブやって次の日まるちゃんのライブ足利であるっていう時、うんはい、あの時カスでずっとほぼほぼ寝ないでさ、うん、乗り切ったじゃん2日間、はい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 、全然余裕ですよみたいな感じだったけど、うん、この前の回にカス眠くないかって言ったら30ですって言ってた。ああ本当にだからやっぱり緊張してたんだね。そうだから疲れ、そう緊張して疲れてたんだろうなと思って、うん、そう考えると千葉と栃木気抜きすぎじゃねえじゃん。寝てはないのは評価するけど気抜きすぎだよ。確かに栃木はそりゃ千葉で16蹴らねえわ気抜いて。確かに遊びだったんでしょうね、うん、もう気持ちが完全に。でもまあ無事とりあえず優勝はできたから、ね、あとは年末に向けてまたねやることやって、やることやって、ましょうね、うん、はい、あのなん誰だっけな、誰1回戦の子かな、なんか優勝したのにその後何もしてねえじゃねえかよってすげえディスられたけど。誰だっけそれ、言われてた1回戦だよね。そう1回戦ですね。なかなか4ヶ月でやることやるの大変だなとか思いながら。それ高校で言われてたから。そう、ね、やることやってるって結構むずいぞみたいな。やってるしみたいな。だから出ねえだけだからみたいな。そう俺めっちゃ笑った。だいぶライブとかやって動いてんだよね。そうっすよね。それは思った。何もできてねえみたいな。3ヶ月はなかなかハードコードみたいな。ね、ド S な発言されてめっちゃ笑ったね。かわいいよ。ね、男の子に、なじられ。なじられ。そう。負けたかと思い。決勝はベテラン勢で戦ったりとか、いろんな数々のドラマがあって。そう、だから準決勝もそうだよ。だって、そうですね、コウさんで。41歳ぐらいでしょ。うん、で、決勝がコマメさんで46歳。そうだよね。はいはいはい、うん、そう、茨城はやっぱりね、ベテランがまだ元気な。そうね、うん、元気なね。ところですから。うん、まあ、その中でも、まあ、勝ち上がっていただいて、うん、12月もう一回、セコンドチャンスが来ましたね、カスさん。今度こそ。今年俺で行きますか、うん、このまま。まさかの小山さんじゃなく。じゃあ、二人で行きましょう。いや、当たり前でしょ。二人で行く。うん、それは一人で行くつもりの話してた。恋してるから。俺邪魔だから、ガッティの前で素直になれねえから。空気読めよ、お前は。お前は出るなと。しかも、ね、今年はクラブチッターだから。ああそうだね、そうリキッドルームのあの慣れた感じじゃないね、うん、セコンドもね、確かにね、楽しみですね。そうっすね、うん、それも込みで、うん、でもライブもあんだもんね、やってね、そのチャンピオンライブも、リキッドでライブやりたかったけど、ね、大忙し案件だと思いますけど、まあそこもチャンピオンがゆえ、そうね、うん、頑張りましょうということで、はい、まあ、あと12月までにちゃんと音源もちゃんと作って、うんうん、そうね、準備しましょうって感じで、6月12月って感じかな。そうですね。うん。そのペースでいけたらいいなと思いますんで。うん、とりあえず引き続き頑張りましょう。はい。よろしくお願いします。で、もっと頑張んなきゃいけないのが日立杯ですね。そうですね。今回は、11から20のエントリーの紹介をしようかって感じです。で、はい、その前に日立杯のエントリーだったり、お客さんとかで注意があるんですけど、そうあの、ストーミーマンデーっていうのは、あの、茨城県ひたちなか市にあるストーミーマンデーです。そうです。はい。なんか横浜、神奈川方面にストーミーマンデーがあるみたいで。横浜にあるのかな。うん。多分ね、ほんと10人ぐらいエントリー来てね、10人までいかないから7、8人ね、エントリーね、勘違いして横浜の箱だと思って、神奈川がやたらと来るなと思ったんだよ。はい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 。そしたら後々、これってどこだ、茨城県ですかとか、横浜市ですか、うん、って来て、はいはい、茨城ですよって言ったら、あーじゃあすいませんちょっと今回は辞退させてくださいとか、うん、昨日も2人連絡来たんだけどどっちも神奈川だったから怪しいなと思って一応聞いたらやっぱ、うん、勘違いしてましたみたいな感じで、うん、そう1人だけだね、大丈夫です勘違いしてました行きますっていうのが、ね、17だかね16だか8だかの子がね、うん、勘違いしました分かりましたよろしくお願いしますマジでいいなと思って、うん、こういうノリいいよなと、うん、そうでもまあしょうがないけどさ、まあそうだね、勘違いして来れなくなっちゃうと、うん、全然咎、うん、めない全く咎めないし、うんしょうがない、そう、名前が被っちゃっただけだから、そう、またなんか機会あったら遊びおいでねっていうことを伝えて終わりにしてるけど、ね、そう、だから注意です、茨城県ひたちなか市です、勝田駅です、そう、常磐線の勝田駅って水戸駅の隣の勝田駅ってとこでやるので、うん、ちょっと横浜ではないっていう、うん、ちょっとすいませんけど、まあ、逆に言って横浜から約3時間ぐらいで来れるんで、3時間かかったっけ、そんなんだっけ、いや電車だったら3時間ぐらいだと思う、行けるっすかね、うん、3時間ぐらいか、そう、もうよかったら、よかったら1万ぐらいで来れるのか往復。いや、もっと安いんじゃない、もっと安いか、あ、ま、8000円ぐらい、いや、5000円ぐらいか、5000円ぐらいだと思う、もしよかったら勘違いしてても来れるよって人は来てください、ね、うん、ぜひ遊びてください、お願いいたします。ということで11人から20人の、はい、じゃあ行きましょうか、はい、
10番がね、チャファまで紹介して、はい、で11番、おーっと11番また濃いのが、あの高校生ラップ選手権とかにも今回出たエチエチオ、はい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 、17歳。エチエチオじゃなくてエチエチオなんですかね。わかんない。俺エチエチオだと思ってた。エチエチオさんなの。H2O って書いて。はいはいはい。エチエチオな、エチエチエチなんじゃん。エチが2個で H2 で、はい、エチエチでオなんじゃん。多分エチエチオだと思うんだ。エチオって呼ばれてたんだよな、誰かに。なるほどなるほどなるほど。17歳。もう若い。いわき所属はなし。うん。エチエチオです。楽しみですね。12番 STC。STC で23歳、横浜、そうですね、所属なし、悪気なく言うけど最強のバカですね。愛するバカ、ね、愛するバカ、愛するバカ、本当に可愛い。あのね、フーズリアルだから2月にあったんか、2月にあったイベントで、はい、クールさんに紹介してもらって、後輩で、うん、クールさんの後輩はすげえ可愛い23歳で、うん、いやこんな可愛いなんか若い後輩がつくんだなっていうのを目の当たりにして、俺の後輩33歳ダスエスコバーってのはなかなかのなんか、なかなかのチェックメイトだね、俺的に、ね、ギリギリ会話おもろくないし。かわいい、まあかわいいやね、かわいい、かわいいでだけ、かわいいと人徳だけで聞くから、そうそうそう、おもろさとか、あのそういうのないから、さておき、さておき、かわいさのみでね、出張ってっからね、それだけで言ってる、確かに、かわいさだけで30超えたらもうよっぽどいけるよ、やっぱり、怖いもんなしでさ、12番ね、STC、23歳で、神奈川県横浜、所属はなしってことで、横浜から来てくれます。で、13番、これまた、サイプレス上野43歳いい、ね、横浜ドリームランドダブルゼータプロダクションサウエとロヨシっていうことで、サイプレス上野が、はい、いっぱいエントリーですから、ね、ちゃんと普通に金も取ってエントリーをしてもらいます。それでいいってことで、で自分で、ね、足代も別に何もないよ、うん、とりあえず行くからって言って6月8、うん、あのなんか日誌みたいなのあの予定表にさ6月8、はい、茨城って書いてあるのを俺に送ってきた。かわいいこの人。なんやかんや今 SNS で荒れまくってる。なんかあったら上野さん俺に電話ください、いつでも話聞いてってことで13人目がサイプレス上野ですね、うん、最高ですね、はい、で14人目、はい、彩り、彩り漢字でね、彩やかっていうこの色彩とかのサイプ、はいはいはい、彩りって書いて23歳、はいはい、で豊川ってどこなんだろう。豊川ピンとこないっすね。豊川ってどこなんだろう、ね、地球なのかな。いやもっと下の方っぽいね。あ本当に豊川一回調べられる。豊川で所属はなし。豊川市豊川彩りっていう MC、 あ愛知県遠いよね、やっぱね、当たってんだったら彩りって俺知ってる気がするんだよな。あ彩りだ、声もなんかやってる、知ってる知ってる、やってるってさ、あ EP 出してる、いやそこまでやってないと思う、KD さんとかのつながりで教えてもらった、うん、あそうなの、紹介しました、超昔、色はすごい前だよ、ね、超昔だ、最初の頃じゃない、最初2014とか5とかだよね、うん、なんで俺、あでも2014、でも福島とかのバトルとかであった気がする、福島の、ちょっと待って、でも2014-15だったら多分10年前だから、この子13歳とかになっちゃう、今23歳だから違う子かな、違うよ、じゃあ、うん、違う子か、違う子か、全然違うなんだよ、びっくりした、彩君はちょっと音源があんだったら送ってほしい、もしこれ聞いてたらびっくりしたわ、うん、でも彩りっていた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 、いたよ、ね、うん、俺も知ってる、福島のあのライアー君だから今ザキミ系がやってるバトルとかで声かけてもらって、で元々が愛知の方でケイリーさんとかとなんかいいんですよ って声かけてもらったのが確か彩りくんだった気がする、名前が、ただまあ年齢聞いて全然違う、 もっと上だよね、ただね、そう俺の一個上とかだった気がするだよね、あ俺もそんな背の大きくない感じ、そうそう、ちょっとロン毛感が縛ってみたいな、そう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 、あではないよ、ではないよ、まさかの、ぜひ会えるの楽しみです、そうですね、いや 23? 23歳、うん、間違って33だったとかじゃないよね、書いてある数字が、ああいや23、じゃあ残念、はい、まあでも楽しみですね、14番ちょっとごめんすげえ盛り上がっちゃって、うんうん、彩りくんめっちゃロン毛であること期待しますね。ガチガチの坊主で、ガチガチの坊主で。はい、じゃあ15番、アイゼン水戸のね、あアイゼン29歳水戸、はいはい、所属はなし、所属なしなんだアイゼンは、これ確かにバークオブザオイル、まあ、あれパーティー名なんで、そうなんですね、あなのか、うん、アイゼンも強いかな、アイゼンでも UMB の茨城予選も来なかったね、結局そうっすね、あそうだね、エントリーしてたのに、うん、来ればいいのにあいつ、この前のあれもじゃない、うん、とつくばのやつも、つくばもそうっすね、あそうなんだ、うん、確かにそんな感じで気がする、
バックれないようにしてください。アイゼンさんお願いいたします。はい、じゃあ次行きましょう。16番、キウエ21歳、茨城県小美玉市。 UMB 出てた、出てた、出てた、ね、うん、これはなんていうの、69アンダーグラウンド、違う、690だ、ごめん、69じゃねえや。マジで、お前もだよ、マジで。でも僕、貸し飛ばしてるって何も言いません。あら、すいません、すいませんでした。誰も攻めてない。今、イーブンになった。今全員同点。これは何て言うんだ、690アンダーグラウンドってか、この、なんていうの、鹿っていう字の鹿って書いて、行くっていう字書いて、アンダーグラウンドって書いてあるんで、これ何て言うのかな。これ多分、地方だよね、これ。地方ってことは、あれかな、6号線みたいな感じかな。6号、地下行きアンダーグラウンドみたいな。6号じゃなかったっけ。6号って読むんだ、これで。確か。全然感情めねえな、ほんと。うん。6号アンダーグラウンド。で、6号って690で6号か。6号す、6号。6号。6号で。6号だ。6号だ。6号アンダーグラウンド。もう一回言います。16番、キウエ、21歳。茨城県小美玉市。6号アンダーグラウンドが所属ですね。なるほど、なるほど。キウエです。キウエもちょこちょこ最近会うんで、うん、もうなんか、顔もし俺は覚えた、はい、結構それこそマーチさんとかと一緒にパーティーよくやってるっぽいんですよ、ね、あ、そうなんだ、そう、向こうの方で終わり終わり、すいません、はい、もっと広がるかなと思ったんで、そう、何も広がる、あと、あ、ではあとあれです、筑波で俺当たった相手、あ、彼です、1回戦か、そうです、あの99対98ぐらいのあの僅差だった、違う、100-0だっけ、100-0で負けたのか、あそこ1000-0くらいです。俺呂布カルマに450億対0くらい、じゃあまだ俺の方が全然勝つのがマシ。俺アイゼンに2000対0って負けたんだ。負けてるわな、みんないっぱい負けてるっすね、立ち上がろうぜ、負けても立ち上がる、頑張ろうぜ。16番ね、キウエね。で、17番、 MC 陽一、はい、41歳、埼玉県市議市、市議サイファー、 あ、市議じゃねえ、ごめん、市議市、市議サイファ ー、 俺この前そのね UMB の前の日、俺その埼玉でさっきライブやってたって言ったんだけど、この陽一さんとかが出るイベントで一緒にライブさせてもらって、酒飲みすぎて一個も覚えてねえんだけど、ライブを一個も覚えてない、久しぶりライブしたこと覚えてない、そもそもそれぐらい飲んだ日なんだけど、すげえ、あの、すげえいい人だった。俺ね、このね、401って書いて陽一って読むんだけど、はいはい、ずっとこの401って俺知ってたのよ。この陽一って読むか分かんなかったんだけど、あのね、それこそ昔から本当に埼玉の、なんかこう、誰かが埼玉 EP 出したらそれに入ってたりとか、それだけこの401って名前を知ってたのよ。なるほど。で、その時そう初めて会って、初めましてで喋って、っていう感じ、すげえいい人でした。はいはいはい。いいです。17番 MC 陽一、41歳、埼玉県四季市、四季サイファー所属。はい、で18人目、深夜21歳、うん、青森県、うん、所属なし、この子はちょっとね、ノーデータなんだよ、確か初めてって言ってた気がするんだよな、青森から来んのかな、青森じゃなくてね、今ね岩手に住んでるって言ってた気がする、結局あんま変わんねえんだよ、あんま変わんねえんだよ。そう、深夜くんね、18番深夜、21歳、青森県なし、所属なし、楽しみっすね、はい、ちょっとそうね、わざわざ遠くから来てくれんだから、うん、ぶちかましてほしいよ、ね、そうですね、うん、そう、なんか遠くから来る MC はマジでもう全力でもう壊すぐらいぶっ飛ばしてほしいよね、うん、なんかね、どうせならね、はい、次じゃあ19人目、ジョージ18歳、うん、仙台所属なし、この子も、この子は多分ね、あのね、あ、これは言っちゃダメか、まあダメか、まだ仙台の今度、まあいつかは言わないけど、誘ってもらったイベントの関係の子だと思うんだよね、多分そこら辺で出てる、うん、おかちから連絡が来て、某おかち、某おかち、誰とは言わないけど、某おかちから連絡が来て、ジョージさんは誰と来るんですかって、なんかよくわかんないラインが来て、どうしたんだろうって震えたって、胸がざわついた、ざわついた、ちょこちょこおかちからライン来ます、今でも、なるほどなるほど、バトル前なのに UMB は動画上がりますか、知らんがなので、返すと返事来ないっていう、暴虐無人部分。そうですね、19番ジョージ18歳だもんね、仙台から来てくれますよ、うん、いやぶちかましてほしい、うん、そうですね、所属なし、18なんて電車の乗り方も分かってねえもん、ね、お見えぐりで水戸行こうと思ったら沢行ってたぐらいだった。
一個戻ったぐらい。はい、もう高校生とかもそんなレベルの一人だったら、うん、仙台からね来てくれます。19番ジョージ、18歳で仙台所属なしです。はい、よろしくお願いします。はい、で今日のラスト、今週のラストは、タクシャ、25歳、福島いわき市、いわき ARA。 タクシャ声も知んなかったっけ。多分知らないと思う。タクシャ紹介はしたことあるよ。でも、あのね、眼鏡かけてね、すげえかっこいいラップする、あのね、こんな言い方したらあれかもしんないけど、なんか茨城っぽいっつうか、武骨な感じよね。そうっすね。でかっこいいと思う。俺結構すげえ好き。結構つう、俺は好き。結構音源とか出してんのかな。あれは作ってるっつうだけがそんな。タクシャ、まあ、聞いたことありそうだったけど、確か紹介してもらった気がするけどな。タクシャって言って多分いわきかどっかで紹介したと思うんだよね。そういわきの MC、なんか俺は結構好きな空気を持ってる MC、楽しみですね。あれにも出てたわ、あのディスイズアンセムにも出てたわ。一回戦でシャモに負けたんだ。はいはいはい、シャモとは延長かなんかで。ああ。そう。多分でそのアーは分かった気がして分かってないアーだよ。もう分かってないです。外飛び出したかな。電話してたんじゃねえか。そうだ。そう、20番はタクシャ、25歳、福島県いわき市 ARA 所属、ということで今日というか今週の10人はここまでで、はい、OK です。今現在どんぐらいなんですか、ざっくり。今現在はね、そんな増えてないかな、42人かな。あ、まあ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 、42人目がまたなんかちょっと面白い子でね、なんかこうやって見ると意外と、意外と濃いね。面白いですね。早く言いたいなとかものもいるし、はいはいはい、そうね。43人カスエスコバは、カスエスコバ行く。43MARU で44番カスエスコバで、まさかの2人参戦、ちょっと待ってください、まだ考えましょう。おねえ。急におねえ。急におねえ。断るおねえ。この前の、全然話変わるけど、はい、あの丸さんが UMB の前日に、はいはいはい、あの一人でライブで、はい、ああそうね、で、あの絶対一人で行きたくないと、そう、ただ声も、あの来ないんだったらライブ音源作ってっつって、はい、そうで、いいですよって、その作ってる時ですらもこいつは絶対来てくれると信じてるみたいな顔しててで、案の定 UMB の本戦の時の、あの叩く数が少なかったんで、準決決勝の3曲だったから、はいはい、そうだから少ないから、あの顔出せますよっつって、そうマジかってなって、でそのまま生贄 A AKA 公演まで、で俺が生贄 B で加瀬スコバを召喚して、で、あのその時は俺と加瀬はもう同じもう仲間だから、そうっすね、犠牲者2人ずらして、で丸さんが、あのご飯おごるからコンビニ行こうっつって、コンビニ行って、で、あのこう物を好きなの買えなみたいな、こんなんでいいのみたいな、バーってやってって、んで、あのレジにバーンってカバン置いて、その、俺らの飯を、つって。で、全然払えるから、みたいな。で、俺らもそれを見ながら、じゃあ今日一日頑張ります、みたいな。ありがとうございます、って時に、なんか、ふと、不意にね、その、お金を払ってる、ほんと、最中に、加瀬ちゃんに向かって、あ、そういえばお前に帽子頼んどいたから、みたいな。あの、俺、あの、3月に帽子を作ってくれて、マルさんが。で、ガッティも世話になってるからって、あの、マルさん帽子作ってくれて。で、あの、カセちゃんのも注文したよって、ニット帽、そう、あ、それをちゃんとね、ニューエロのキャップにしたらしくて。あ、そうなの？そう、キャップにしたの、ね。キャップにしたよって言って、で、お金払ってる時に言われた瞬間に、なんか俺らめっちゃ食いづらくなっちゃってね。そう、そんな時に言うなよ、みたいな。あいつ最近うまいからね、そういうの、ゴリ押してくれてさ、うまいこと。もう巻き込まれた感出した、あいつうまいよね、なんかうまくなったよね、ああいうのね、味しなかったもん、カルビのちょっと、あのとこうまくなってんだよな、ちょっとずつ、なんかそういうの俺みたいなとこ出すよね、なんかうまいものこうシュシュシュって入ってる、それもなんか悪気ない感じでくるんで逃げちゃうんだよ、これも千葉に続き、確かに続き、思うんだよ、9時に来いって言われて行ったっけ、誰もいねえしさ、一人で40分も比べて待たされて、マジでごめんまだ飯食ってんだとかみんなでとか言って、マジかとか思いながら、そう、それを帳消しにするぐらいで、そう、いつもお世話になってますってことで、そう、ね、そう、無事丸さんも頑張ってライブやって、そうですね、めっちゃいいライブだった、清涼化けな、清涼化け、常にレッドゾーンでしたから、あいつは完璧でしたね。そう、それをやって、ガッティは単品でやって、はい、そうだから先週は怒涛の、そうね、2日間を僕らは乗り越えて、今週はなかなか眠い日々が続いてるね、本当に。だって UMB だってさ、
埼玉終わってそっからあまあ寝たか結構寝たわ寝てまあもう寝たけどさもう俺本当にもうどうやってその寝るとこまで帰ったかも覚えてないしあそうだよねそうそうそうどうやって帰ってきたしたらまあタクシーで帰ってきたと、うんうんうん、全然それも覚えてないしどの状態で寝たかも覚えてないとりあえず起きたらパンツと T シャツになってて、はい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 、寝ててでそっからまああの小釜まで行って、はいはい、で一日さ酒はまあもちろん飲まない、うん、腹が痛い、うん、腹を完璧に下したままガッティ&コインマン無言で駅に行くってそうどこ行ったのかなと思ってどっちも腹壊して俺は駅コインマンファミリーマートみたいなそれもあのいつもだったらこう俺ちょっとコンビニ行ってくからお前駅なぐらい の,、はい、あの普通のこうケラケラした感じでトイレ行くみたいな流れがもうお互い腹痛すぎてガッティが超声低めでお前ファミマ行ってこい俺行ってくるっつってここで集合っつってそれだけ話してながらどっちも漏れそうになりながら俺1個目のとこ行ったっけ入っててさなんかステップ踏んでたのもあまりにももうどうしようもなくてその場で1回こう1回もうでも完璧に やっと着いたでもほっとしたそのでかかった名誉さまた探すんかいもうこう1回こう今これみんなに見せたいどんなステップ踏んだんだかタタタンってステップ踏んで平野ノラみたいに平野ノラステップみたいなままあのくるって回って別のトイレあれに結構冷や汗もんだった、ね、いや分かった芸人とかがよくさそのさうんこ漏らすとかって言うじゃん、うんうんうん、なんかこうやべえってなって漏れちゃったみたいな、うんうん、なんかすげえオーバーこいつらはオーバーなこと言うなと思ってたけど本当にね、うん、あのね年取ってくとねマジで出ちゃう我慢できなくなっちゃう本当に危なかったよ。危なかったね。そう知らない年だから余計怖いしね。そうそうそうトイレがどこか分かんないから。確かに。あれは怖かったな。だから結構 UAB はもうあの会った瞬間からお互い満身創痍みたいな感じだから。俺はもう完璧ちゃんぽんで腹も、うん、ちゃっぽんちゃぽん。だってその日の夜か。ガッティデイベで、俺ら夜イベだから、うん。で、ガッティが終わったタイミングぐらいで、ガッティから電話かかってきて、そうっすね、街歩いてたら、はいはい、ちょうど飯食って、さっきガッティが、おい、こえんまみたいな感じで絡んでて、そう、いやさみたいな、終わって送ってっからとか言ってこう騒いでるときに、その間にもう、あの、5秒に1回は、誰誰誰こえんまおい、こえんまを、マジでずっと言われて、そう。で、某トゥキハシに、うん、で某トゥキハシが電話変わってくれて、うん、そう大丈夫っつったっけいやガッティさんが見知らぬその歩いてる人たちに挨拶してるんですよみたいな私やめてもらいたいって言った感じですねいやトゥキハシユリアお世話になったんだろうな、うん、だから俺なんか次の日言ったもんあのマネージャーになる気あるかいってスカウトしたスカウトしたの思わず小山さんすごいですみたいなあんなやつ解放してて、ね、毎度それ毎回やってんすかみたいな感じ言われてそのさ俺泊まったのがその元々 の一緒に若い頃スケボーやってたさ、うん、友達が呼んでくれて埼玉に、うん、でそこの家に泊まるってなってもう一人一緒にその友達と行く予定だったから、うん、2部屋、はいはいはい、その友達が開けといてくれたのよ、うんはいはい、でそこが一人その友達がもう一人地元の友達が行けなくなったから、うん、俺一人で行ってでそれを見て多分あのそのようちゃんってその DJ、うん、DJ っていうかその友達が呼んでくれたんで、うん、ようちゃんがその時橋ももしよかったら一部屋空いてるか、まあ、時橋なんか満喫かどっか泊まるみたいな駅前、はい、もしよかったら泊まってけばっていう流れになって、うん、で泊まったんだよ確かに、うん、でも全然そのタクシー乗ってどうやって帰ったとか全く覚えてない、うん、次の日も小川までその時橋が送ってってくれたんで、うん、いや本当に小山さんすごいと思いますよあんなのあんな感じでいつもいるんだからあれプラス丸の時もあるんだぞって。いや、丸ちゃんとダブルの時はもっと大変だよな。そんな感じで、あのね、でもね、楽しかったんだろうね。でもダメだね、やっぱ記憶ないほど楽しい、記憶もないぐらい飲んじゃうと。なんか噂によると、マリブコーク飲み干したって聞いたの。そうそう。マリブが2本なくなりましたって。半端じゃない。マリブコークなんて混ぜて飲むやつじゃん。そうそうそう。それ2本失ってんだから。確かに。マリブコーク2本なくなる。何が生活習慣病だよ。後日談でね、それはね、違う人から聞いた。マリブ2本なくなったって聞きました、みたいな。いやーだ、飲んだんだろうね。お金もすごいなくなってたし。そうですよね。うん、もう最近どうよくない。なんか楽しくなっちゃうんだよね。もう金さ、去年はさ、金貯めなきゃなんないって頭が常にあったからさ、使わないようにって、まあ、結構飲んでたけど、飲まなきゃもっと溜まってたんだけど、使わないようにってのがあったけど、もうね、
歯止め効かねえぐらい飲んじゃってさ、なんか来てくれたらやっぱさ、飲ませたくなっちゃうよね。そうだからね、日立杯に向けてお金貯めなきゃなんないんだよ。困ったよ本当に。一方その頃ね、マルさんはあの俺らがちゃんと無事帰れるようにあのこれパーキング代つって、ね、ポケットに500円2つ入れて大ケアしてくれてた、ね、そうっすね。優しい、ね、優しい男だった。マルちゃん飲んでなかったの？いや飲んでたと思う。飲んでたんですか、うん、でも多分そんなガッティないと悪酔いしないから俺がマルちゃんの金を使ってマルちゃんも同じペースで飲ますからね。最終的にはガッティを置き去りにして帰るんだから一人で。あいつ悪いやつだよ、ほんと。帰るよ、帰る帰る。いつの間にかいつもいなくなってっかんな、ほんとに。やっぱあの、日立の年末の時は半端じゃなかったっすけどね。あの、流血事件とか。流血事件か。あんたきちゃんもぶっ飛んでる。ぶっ飛んでるやんか。掃除でぶっ飛んでるわ、そうそうそう。なんだっけ、この前、何の話してとやっけ。なんか、みんな俺ら普通じゃねえよなって話したのって誰と言ったわけ？あああれだよ、ロッテリアで3人で飯食って、うん、で普通に食ってる時にその UMB の日か、そう UMB の日、うん、でその前の日が俺とカズちゃんが生贄に捧げられてたから、はい、うん、マルちゃんね、でその時にあのカズちゃんがボロッとその、そうだ、ま、そのマルさんはその普通ぶってっけどイカれてるみたいな話を急にぶっこんできてそうだ、だからそもそもそのお前普通みあのマルさんはなんか俺ら世代でもなんかいいやつみたいな扱いしてるけど、俺と10年以上もう一緒にいる時点であいつもそうそうだぞって、あいつもぶっ飛んでるし、なんなら公園マンもだし、お前も一緒に遊んでる、みんなもう根底にあるクズっぷりは一緒なんだ。まあそうっすね、そうなんで、そうだよ、僕じゃなかったら離れてるから、でも一緒にいるってことはもうやっぱりどこかしら、ね、シンパシーがあるクズのシンパシーがね、そうそうそう、みんな多分どっこいなんだよね、多分そうだね、そうそう、ひっくり返ったら、その出方が違うだけで、そうそうそう、違うベクトルでみんな行かれてるんだ、場面場面で出るあれがあっけど、うん、ひっくり返せば多分みんな下の底の色は一緒だから、そうだね、うん、よくよく考えたらそうですね、そうだ、丸さん普通ぶってるけど行かれてるっていうのが、ぶってるけど、うん、なかなか行かれてますよ、マジな顔ですマジな顔ですマジな顔でなんか変なハンバーガー食いながらしたマジな顔で、ね、12時ぐらいのロッテリアにそうやっぱ丸さん、まあ、穏やかで、うん、優しいしね、優しいからもう本当にもう最初のうちはもう丸さんいい人だなって、だからなんかどこかからかあれ、やっぱりプルーフでカスちゃんが外連れてかれて、あのズボン脱がされてるあたりからやっぱり信用を失ってるんですよ。みんなに見せる、みんなカス見せた方がいいよって、みんなに金玉見せるって言われてたもんね。結構丸さん気に入ってんすよね、それ思ってる以上に。金玉ネタね。うん、多分。この前も言ってたでしょ。みんなに見せようとしてたでしょ。この前そう周りの先輩が開口一番のそれだったっすからね。カス金玉でかいだろって。今まで割と普通に挨拶してお疲れ様ですって感じで、カリコイチはマルさんだと思って、マルさんのせいだ、あいつバラしやがったって金取った方がいいよやっぱり最高裁で会いましょう金取りますこれは訴えるしかない、そこ最高裁行く前に金で解決されへんキャップ買ってもらってから、ね、そうだ我慢一つだから、あのキャップだってなんか軽く買ってくれたけど超高いよ、普通にそこら辺で買うより高いでしょ、うん、高い高い、7-8000円オリジナルキャップだからね、かぶ、うん、れねえんだけどね今日かぶってこようかと思ったんだけど、かぶれねえキャップを金払って買ってくれるんだからその時点でやっぱイカれてるよね、イカれてるよね根底はイカれてんだよ、まあいいやつだけどね、そう本当に、うん、そうね、なんでこんな話で締めようとしてるんだよ、マルちゃんは狂ってるけどまあいいやつなんだけどね、何のラジオだよ身内のりももういい、もうほどほどにしろ、いや本当だよね、あとね、あのそう全然関係ねえけどさ、コメントを返す最近来ないのはこう、あれ林からコメント返さないからじゃないですかって、ね、あのね、読んでんだけどね、返すコメントがないんだよね、あのなんか質問とかだったらさ、全然答えるんだけど、大体みんなこう、なんとか、なんとかとかさ、うん、かそのレベルのあれだからさ、うん、なんかこう答えるとこまでいかないっていう ね、なんかもうちょいなんか答えやすいのがあれば、うん、全然答えるんで、そうっすね、こういう企画やってほしいとかさ、はい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 、毎回ね、なんかこう、探り探りでね、喋ってっからさ、うんで今日ももう1時間ぐらいになっちまうかもしれないけど、いや今39分ぐらいだから、おーおーおー、ぼちぼち割りしますか、ね、じゃあ、うん、でじゃあ最後の曲っていうことで、はいはい、4月の17にあの横浜のリックスくんと僕が、はいはい、作品を作りまして、はい、で彼は
もともと俺がインスタとかとか上げたりとかしてる時から見てくれたりとかで繋がってて、はい、で彼のアルバムの方で何曲か提供させてもらってて、うん、はいはい、で会ったことがなかったんですよ。要はネット上で知り合って、あのビート提供してほしいっていう話をしてて、うん、であのバクさんの開口だっけっていうレーベルからアルバムを出すときに何曲か提供させてもらってっていう、うん、関係があって、うん、でその時にそのリリースをしたのに、その僕に会ってないっていうのが嫌だみたいな、はいはいはい、そうっていう風に思ってくれたみたいで、でわざわざ、特急使ってこっちまで来てくれてで、ぜひおしゃべりしたいみたいな、うん、それだけでいいみたいな感じで、で来てくれて、うん、でそっから持ってきて、なんか何枚かレコードとか持ってきてて、はいはい、そうでよかったらこれでなんか作ってくんないかなみたいな感じの話とかをしてくれて、うん、でもともとリックス君のラップ俺すごい好きだったんで、うん、じゃあなんかテーマを決めてやりましょうよって話をして、スタートしたのが去年の秋か、うん、秋に一曲作って、はい、チョッペンフリップから出して、うん、でその後冬にも、うん、でこれで季節ごとで作りましょうっつって、うん、で今回春を作って、うん、あの新芽っていう曲なんですけど、うん、はい、まあ僕の中でも3つの中ではダントツで、なんだろう、リリックが素敵というか、あ、そう、ね、うん、すごくいい言葉がオンパレードで、うん、でなんかそれを独特よね、結構リリックのケツの置き方とかがなんか、うん、こんな日本語使うんだっていうのが聞いたことあるけど、使わないような日本語とか結構使うのは、うん、俺はうわーずるーと思う、いいなーっていうふうに聞いて、タモウとかさ、タモウとか ね、うん、ああいうのいいよな、うん、すげえそこがかっけえな、なんか多分バックグラウンド似てるんすよ、彼も聖書をさまよってるし、うん、まあ俺も聖書をさまよってるし、うん、なんならリックス君が聖書もっとさまよってる系だったんで、うん、まあそういう中でこう、まあそれこそシンパシーがあったというか、うん、同じ気持ちが多かったりとかして、意気投合できて、で、同い年だしっていうので、うん、なんかそういうのもあって、リンクができて、そう。なんで今回ちょっとすごい、多分なんだろうな、心晴れやかになるし、うん、そうね、はい、なんか自分一人だけじゃないって思えるし、うん、俺結構秋も好きだったんだよね、うん、一発目から、うんうん、そう、秋はどっちかって渋めな、そうね、感じでね、春はどっちかって明るみが、そうね、うん、気持ちが明るくなるようなポジティブになれる曲なので、なんかさ、俺の個人的なイメージは全部の季節が浮かぶんだよね、リックス君って。なんかわかんないけど、あー、なるほどなるほど、誰々は夏っぽいとかさ、秋っぽいとか冬っぽいとか、うん、結構あくかもしれないんだけど、はいはいはい、春の曲作ったらリックス君って春っていうイメージだし、うん、秋の時もそんな感じがして、うん、すげえなと思うんだよね、うん、そうなんだよね、すごく多分才能の塊だと思う、うん、歌もやばいし、そうっすね、うん、なのでちょっとそれを聞いてお別れにしましょうということで、はい、今週はここまでで、ではリックス&コエンマの新芽で締めます。はい、それでは皆さんまた来週、お疲れ様でした、お疲れ様でした、ありがとうございました。かすかな花の香り、雨にもわずかにかぐわしい一筋の光、ただただ細くだがまっすぐ闇を貫く、風はぬるく慣れぬ温かみ、じわりと氷溶かすいたわり、日差しのようどっかであなたを思う、人がいるたとえ見えなくても、氷だったこと水になって気づく、自らを濁りなく見つめたなら、今日の私は一番新しい、曇りだろうと長雨だろうと、濡れるもよかろう命を味わおう、目覚めは始まりであり夢の終わり、戻せなくてもまた寒さ戻る、何度でも新芽は咲き誇る、また冬を越した明日、見えない明日、ここにある命だけは確か、いつ消えてもおかしくなかった、顔も知らない誰かが繋いだ、 One love, one life to live、 花うらら悲き朝鏡の中に誰かの思う影を見る、この顔は先祖からもらった、この筆握る手もそれを見つめる目も、いつ消えてもおかしくなかった、だが今ここに皆と共に、親族一同合唱ありがとう、私はいつもこの地とありましょう、死神はそばで見守りたも、終わりを始まりとして終わらせたも、花びらのように散りよう、
だから残す炭よりも濃くただただ遠く富も追わず自由に路頭富に追われずこんなに豊かなことがあろうかどんな偉人より誰かの評価よりあなたが生きてる今日が尊いそこに私も生きてることが尊いまた冬を越した明日見えない明日ここにある命だけは確かいつ消えてもおかしくなかった顔も知らない誰かが繋いだ One love, one life to live 花うらら叶き朝鏡の中に誰かの面影を見るまた冬を越した明日見えない明日ここにある命だけは確かいつ消えてもおかしくなかった顔も知らない誰かが繋いだ One love, one life to live 花うらら叶き朝鏡の中に誰かの面影を見る